さあ、このステージは3つありますね。最後ですね。行きましょうか。行ってきます。面白いの？やっぱ。いや、やるやるやる。やりまくるから、ほんと。やりだらだからね、俺。ドルッチェ弾は簡単だって、結構。あ、そうなんだ。いや、やっぱ DS だから、ね、子供向けってのがあったんじゃないの？ねえ。でも俺、子供向けゲームって結構好きだよ。あの、なんか脳みそ使わねえ感じが。なんか脳みそ使わねえでも、なんかクリアできますみたいな。ちょ、最近年なのかな？俺、そういうゲームも結構ね、いけるようになってきた。ちょ、ごめん、どっかの座席コメント死んだ。まあいいや。いつも使ってないだろうって。これはどこが消えたのか。ああ、A だわ、これ。あ、出た、友達！ありがとうございます。ごめん、ちょっと立ち見 A のコメントちょっとだけ出てないけど。まずこいつ倒すわ。こうやって、ヘルホーンだ。痛い！痛い！投げられた！痛い！こいつ強えな。待て。ほう。あ、またやられた！ちょ、待て、痛い！こいつ強えな。うわー、緊急回避！死ね！どすこい！神。お前もしかしてなんか能力あんの？出た！え？ビートル？スピアに進化する？さあ、復活しました、コメント。ビートル？スピアになるのかな、マジで。エッジなヘッドがキラリと光り、昆虫キングが宙を飛ぶ。石頭ノックで杭も打てるぞ。突進すればまとめてキャッチ。素手で運べば、ブンブンドリャー！なるほどね。はあ。オッケー。全然わからん。おいーえいなんだこれ虫キングだね、要は。イェーイ。あ、ちょっと今、残酷なことした気分になった、また。不思議。ぐさっちょっと残酷なことしてる気分なんだけど、これ大丈夫？みんな、俺大丈夫かな？俺怒られないかな？グサッこれめっちゃ残酷なことしてる気分で、もう夜眠れなくなりそうなんだけど、これ大丈夫？これ俺は悪くねえよな。目玉に刺さったんだけど、すまーん。これは悪くねえ。よし。あ、角にマジックテープがついてるって。ね、そうだな。そういう設定にしとこう、みんなで。よし。あとでお前、口出しな。さあ、ドア開けて、サパワーゲットです。さあ、3分の1。ね、1個目ゲットです。ツープレックス思い出す。でもツープレックスはガシって掴むじゃん。でもこいつ、ぐさっと刺してトーンだよ。ちょ、なんかもう、心が苦しい。ほらごめん。お前、よくいる、どこでもいる癒し系のやつだよな。ほら、すげえ、飛び方も虫だもん、こいつ。隠しコースですね。わかってる。はい。お前今日で一番楽しそうだぞって。バッカお前。俺こんな、人じゃねえ、モンスターが串出しになって楽しんでるように見えんのか？俺そんなクズ野郎に見えっか？みんな。なあ。見えねえだろ？ほら。誰が好き好んでこんなやつを敵を串出しにすんだよ。ほんと。マジ勘弁してくれよな、ほんと。ちょ、登れ、あ、登れた。よし、行こうか。なんかいる。やっ！お前！なんだあいつ？本心は？めっちゃ楽しい。超楽しい。どすこい！さあ、これあっちどうやって入るのかな？調べましょうか。探しましょう。くさっ！いいねー。どこから行くんだろう。ないよね、行くべきとこまだ。もうちょっと探しましょうか。ほら、対決じゃ。ゴルドンもさせる？嘘でしょ。それもう最強じゃん、それ。
ゴルドさしたウニダラなるウニダラ無理じゃねえか。落ちる当たってない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 当たって取れてない絶対取れてないこれダメじゃんみんな。あお前何してんの。あれこれ俺どっか見落としてる。え？どっか見落としてっかな俺。全然わかんねえ。こう。見落としてないよ。大丈夫？本当？やったらいいんだけど。じゃあとりあえず行くか。ゴキブリごっこすしたしときますね。これすげえなこのカービィ。奥から行く。後で行く感じ。じゃあすごい。この技好き。あ。あーこの顔見てください。残酷だ。アクセサリーかなって。そうそう。はあ。あ、ちょっと待って待って。虫キング高く行きすぎ。はあ。これどういうことやこのコース。遠近感について勉強しよう。出た。ペロペロペロプティ。さあ行きますか。無敵の俺は無敵です。さあこれで手前側に行って邪魔じゃい。さあこれで3パワーゲットでーす。出て帰る。あと1個あと1個あと1個。無敵だら無敵だら。おっと、さあ行きますか。次こっち 3D にすればいいんじゃないの。そうか、確かに。みんなには分かんないけど俺だけ遠近感楽しむから。ちょ、これまたこ斜めにする。ゆっくり進みましょう俺ね。楽しく行こうみんなな。慌てるばかりが人生じゃないぞってやつ。いいこと言ったまた俺。あいや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 おいおいおいお前ツープレックスかよ。危ない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 。よし。おっと痛い。お前やるな。どつこい。あ、下がなんかありますねこれ。どすこい。あ、キーホルダーゲットやったぜ。さ、鍵があるな。この船乗りながら行きますか。ザザザザザザ。いけ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 。ほい。さあまた行きましょうか。あの星は諦めまんもす。おいしゃ。さあこれなんか下にあるね。あ、3パワーだ。さあ、これで1の4コンプリート。これで1面ね、オールコンプリートです。そして、あそこのスターだけ取りに行こう。ありがとうございます。ちょっと待って、休憩。ほい。いいね、こういう感じ。さあ、サクサクとね、進んでおります。まだね、やっぱね、このカービィ、簡単ですよね。あ。何してんの？うわ
なんか壊せるのあった？え、ほんま？ごめん、なんか見てなかった。悪魔の笑、あ、ほら、カービィってそもそも昔からなんかこんなとこあったよね。なんでお前途中の敵倒していくのみたいな。ねえ。お俺のアクセサリーどう？よし、さあゴール行きましょう。それでは今度こそ行きたいと思います。集中します。はい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 。なんでやー、なんでやー。なにこれ、アニマルカービィ、ドロッチダン。え、こんなカービィあるの。ダークマター、カービィ3ネタバレですよ。あー、ナックルジョーじゃん。ねえ、スパデラ。カインだ。あったな、俺、星のカービィ3超好きだった。ねえ。そういうことだな。結構シビアだよ、これ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひともチャンネル登録お願いします。スマホタブレットの方は動画の下のここをタッチ、パソコンの方は動画の下のここをクリックしてね。またツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それではまた次の動画も見てください。じゃあのー。